どうもエンディです。千葉やってまいりました。もう7年ぐらいやってるすごく人気のお店があるんで今日やってまいりました。お店の中にビデオカメラが入るのは初めてらしいです。それでは皆さんお楽しみに、行ってみましょう。今回お店にビデオカメラが入るのが初めてっていうことなんで、どういう人がねいるか。お店の名前は太鼓式マッサージサバイサバイ。あ、こんにちは。あ、いい部屋だね。すごいです。これはすごいな。今まで見たことがないようなお寺のようなこう可愛い感じ。象がいたり、ちょっとレトロな感じ。そしてもちろん消毒もありますからね。はい、これですよ。今の時期はね、消毒が大事ですから、こういうもので、手を、ね、消毒して、そしてこの2部屋ですね、マッサージの。ゴールドのね、高級感のある、なんだろう、すごいな、なんかマンダリンオリエンタルホテルみたいなね、そういう感じの内装ですけれども、これは高級ですね。スタッフさん、ちょっといるかな。どうですか、こんにちは。すごく可愛いんですよ。ね、今、これ2人いるんですけども、色の白い、ちょっとね、いい感じの。暖かそうな方と、あとすごく小さな小型のリスみたいな方が2人いるんですよね。じゃあちょっと軽くタイマッサージを受けてみたいと思います。なんかタイのね、高級なホテル来ちゃったみたいな内装ですよ。できました。すごいです。これなんだろう、昨日新宿2丁目に行ったんですけども、その続きじゃないかなっていうような感じの、何ですか、タンクトップ、なんて言うんだろう。こういう感じで今日はタイマッサージを受けてみたいと思います。これが普通なんですか。みんなこれなんだ。え、夏だからねってこれね、今日皆さんに足だけしか見せられないのは残念ですよ。もうね、すごいんですよ。元モデルさんですよ。じゃあよろしくお願いします。手がひんやりして冷たいですね。いいね、うん、いや今夏だからね、すごく気持ちいいですよ。すごい。だいたい1日何人ぐらいマッサージするんですか。5人、10人ぐらい。10人はできないでしょ、はい、できますよ。できるの、はい、すごいね。11時から、夜の11時まで、12時までとか。まあ12時間ありますけどね。そうです。多い時は10人やっちゃう、はい、すごいな。なんでそんなに色が白いんですか。私ですか。うん、すごい色が白い。外でないからね。ああ、そうね。毎日ね、マッサージ頑張ってるからね。ここはどんなお客さんが多いですか。ですか。お昼の場合は会社員が多くて、浴衣に入ると、普通の、仕事終わったの人とか。
なになになに、この辺は銀行の人が多いんだね。ビジネスのエリアか、はい、新金はい、あ、いいお客さんが多いんですね。うん、なるほど。銀行はすいません、首やってもらってもいいですか。気持ちいいな。おお、すごい効く。この子ら痛いですか。気持ちいいです。おお、効くね。じゃ次は上向きです。大満足ですよ。まあこの辺はね、銀行員の方、銀行員がタイマッサージ来るっていうね話はあんまり聞いたことがなかったんで、そういう今銀行ってあれじゃないですか、半沢直樹見てるかな、みんな、ね、銀行員のお客さんが多いそうです。こちら、うわー効くね、すごい、それうまいね、すごい丁寧ですよ。コリコリ言ってます。手が抜ける。うまいです。あ、気持ちいいね。お願いします。これですよ。来た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 、ちょっと待って、ちょっとあ、聞くね。やっぱ最近ね、あ、ちゃんと足をねロックしてんですよ。足を、右足をロックして、左足をもう完全に曲げるっていうね、なんか格闘技でもやってたのかな。すごいな。まあぜひね、体が硬いっていう人はタイマッサージで随分柔らかくなりますからね、うん、おー、すごいな、力ありますね。聞きますよ。はい、どうぞお願いします。うわー、来た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 、うん、はい、来ました。来てます、来てます。最近こんな運動してないですからね、もう。おふう、でも1日10人ってすごいね。疲れちゃいますよね。そうですね、もう慣れてるから、慣れてるからなった。これは気持ちいいね。これはいいな。こちらのお店はつらい話とかで、こう話も聞いてくれるんですよ。いろいろ男性のサラリーマンの方はね、こちらに来るとマッサージを、ね、受けて気持ちよくなれるし、心の、ね、悩みも、ね、解消ですよ、うん、はい、ありがとうございました。タイマッサージ受けました。もう大満足ですよ。でマッサージ終わった後は狭山のお茶、こちらではこういうものを飲ませてくれるんですよ。あ、なんかね、特別なこの香りがいいですね、うん、さて、気になるマッサージの料金をご紹介したいと思います。あー、なるほど、
ぱりね、タイ人の方がやってるお店っていうのは一番上のねセットをやっぱり押してきますよね。古式とオイルのセットで、これ長いな、オイル50分あと古式50分の100分で10,000円、これがね一番のおすすめらしいですよ。まあ、他にも、タイマッサージの古式だけ35分3,000円、65分5,000円、95分7,000円、125分10,000円、ここなんか全部ね5っていうのがねつくんですよね。でオイルマッサージも65分6,000円、95分9,000円、125分12,000円ね、コックンかありがとうっていうね、うん、ということで一番のおすすめはオイルと古式のセット100分で10,000円。今日受けてみたんですけれどもかなり上手ですよ。あとはマッサージの最中とか終わった時にねちょっと悩みもね聞いてもらえるんで、もし千葉エリアでもう家でも話聞いてもらえない、もう大学生の娘も全然話聞かないっていう場合にはね、こちらに来るとね心もリラックスできますから、ぜひサバイサバイさん来てみてはいかがでしょうか。Sampai jumpa.